こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、あやなです。2X チャレンジ2回目。今回はこの2人か。多分このチャレンジ史上最も楽な奴らかもな。この2人そんなに弱いの？やってみればわかるさ。なんでこんなに余裕があるんだ。ヨタ話はここまでだ。始めるとしよう。今回はどっちから先に倒すんだ。もちろん常に姿を見せているクラブロスだ。確かクラブロスは跳ねることができるんだったかしら。その通り、パターンとタイミングさえ掴んでしまえば余裕で跳ねることができる。たまに顔を覗かせるアリゲイツが邪魔ではあるが、クラブロスを倒す前にこちらがやられなければ問題はない。もはや何かを悟っているように見えるのはオイラだけかな。私も同じこと思ったわ。外したか。だが逃しはしないぜ。クラブロスとのライフ差はイーブンだね。アリゲイツのライフは全く減らせてないわ。この戦いはクラブロスを倒せさえすればどうとでもなる。アリゲイツ2人ならダメージを受けること自体稀だからな。すげえ言い切った。これタヌキくんやったらどうなるのかしらね。ああ、ニジャに言われて試しに戦ってみたけど、ブオロ負けでした。時間切れになって負けていたな。このチャレンジ挑戦する人はやっぱり住んでる世界違うと思うよ。ちなみにタイミングさえ噛み合えばアリゲイツのスピンホイールの間をくぐりながらクラブロスのバリアを解除させてチャージを当てるということができるようになるぜ。まあ必ずできるかと言われればそうとも言い切れないが、ハードデス X チャレンジやってる人はそれくらいできそうだわ。ハードノス X チャレンジ制覇者は俺が知る限り3人くらいしかいないぞ。本当にガチで少ないねー。特殊武器ありでハードクリアしってだけでも200人いないしなー。っていうかまだクラブロスのライフ3分の1残ってんのか。このゲームのライフ的に方両方とももう少し減らしてもいいんじゃないか。まあ確かに間延びすると言えばするよね。でも順調に減らすことはできているわ。クラブロス撃破まであと少し。こっちのライフは半分以上。超余裕だね。喋ることがもうなくなってきているしな。ここまでライフ残せているんだったらハードもどうにかなりそうな気がするわ。実際のところやってみなければわからないが、このコンビに限ってはそう言い切れるかもしれないな。強制的にバリア解除させられるクラブロスがかわいそす。神の修正だからそこは仕方がない。それは修正なのかしら。さあな、そろそろとどめだ。お前は完全手段にして供養してやる。バブリクラブロス撃破。ホイールアリゲイツ撃破。うわ、アリゲイツ全然カットかよ。ライフも全く減ってない。このコンビは四天王の中でも最弱。四天王とは一体。というわけで今回の動画はこれで終わりだな。本当にスエックスチャレンジやってるとは思えないほどあっさりだったわね。苦戦するのはまだ先だ。こんなところで負けてはいられない。アニジャはどこまで行こうとしているのか。次回はスラッシュビストレオとクレッセントグリズリー戦をお見せしよう。ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。